非常に残念ですね。残念ですね。非常に。非常に。この収録開始時、はい、このゴミ拾いのスタート地点ぐらいは、はい、雨降るのか降らないのかはっきりしてほしいです、ね。いやそうですね。この今現状見えている歩行者の方々、刺している方もいれば、刺してない方もいる。刺してる4割ぐらいですか、うん、この状態で、まあ、この感じだととりあえずはね、まあ、拾うってことになりますね、うん、我々は、うん、雨と見なすにはちょっとね、そうそうそう、これがねもうちょっとバーッと降り始めたらちょっとどこかに避難することには未だ1回もないですからね。そうなんですよ。でも結構奇跡的じゃないですか、ねえねえねえ、結構回数重ねてると思うんですけど、これ多分もう12回目とかの収録ですけど、だって1回ほら台風が来るみたいな時もなんかギリギリ持ったじゃないですか曇りぐらいの状態で12回連続やれてるのすごいですね、うんうん、これだって台風の時もこれもポツッと来たらゲリラになる可能性も十分ありますからねとか、うんうんうん、小雨も降らなかったですからね。確かに今日も多分ここから止んでいきそうな気配ですからね。あ、そうなんですかね。予報的にはなんかゴミないですね。確かに暗いから見えないだけなのか。いやそれもありますよね。何これ、これなんすか。ライトかな。あ、ここからイルミネーションつけていく。めっちゃ綺麗になるんじゃない、はいはいはい、中央公園やってますもんね毎年。この木々をイルミネーションしていくやつ、うん、綺麗にはなるけどなんか残酷な感じですよね。まあ確かに木に電球くくりつけて、うん、あれなんかゴミっぽいですね。お、本日の最初のゴミは紙コップです始めたてみたいなテンション初めて紙コップを使ったテンション、ね、上見さん、引っ越しはじゃあ完了したってことですかね。完了しましたね。今日はね、引っ越しによってちょっと腰痛を発症してる。そう、ちょっと腰を酷使してしまって。あれもしかして風水当たってで腰が痛くなったんじゃないですか。いや全然ありえますね全然ありえる。風水的に良くなくて、うん、腰痛って書いてあったのかな腰いっちゃってるという。なんと腰痛って書いてあったんですよ。あ、やばいな。だとしたら、うん、もう今後ちょっと思いやられるな、うんうん、もう不幸になる一方ですよ。引っ越しはね、腰はやります。やりますよね。あ、風水に関わらず。あ、ということはあらかたご自身でやられたってことですか。もうオール一人でやりました。すごいな、うん、ですね。で、おそらく、引っ越しの影響でトングが見当たらないということで。そうですね、今日はトングをなくしてしまい非常に残念です。つけ焼き場100均トングで。100均トング、リーチ短い、腰痛いのにリーチ短いから腰にくるあ、こっちしますよ自分の。いやいやいや、そんなダメです。そんな甘えてますか。そんなダメですよ自分でなくしたトング自分の道具はやっぱ自分で管理したいですね。でもやっぱりこう天候的にはあからさまに怪しいからあまり人がいない。そうです ね、こういう時は、ね、夜だし人いないしみたいですね、うん。まあ、来週からね時間が早くなるけど今日までがねちょっと早めてね、この時間ですね、行きましょうっていう感じで。まあ配信には何の関係もないんですけどね。まあそうなんですよね拾ってる僕たちの状況として、うんうん、景色は見れないですからね、うんうんうん。あとそうですね、参加ちょいちょい参加してくださる方もいらっしゃるから。そうですね、時間が変わるよってね。お、いいっすね。トリス、トリスの瓶飲み干してる公園で。そういえば上水さんは、はい、そのお酒飲んでた時って、はい、何飲んでる人だったんですか。焼酎ですね。ああ、焼酎、はい、いきなり焼酎行く系の人だったんですか。いきなり、最後ら辺はもういきなり行ってましたね。へえ、末期の時は。なんか好きな銘柄とかあったんですか。芋とか。あーとね、芋が一番好きで、うん、でもかといってそんなにこだわりもなく、こってりしてるのよりは赤トバとかですね、あっさりした。はい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 、好きですよね。じゃあそのライト目のやつをずっと飲んでいくみたいな。そうそうそう、最初から始めて。まあ、確かに赤トバ飲みやすいですもんね。めちゃくちゃなんかさっぱりしてて好きですね。そういえば、9月28日、はい、あ、もう今となっては上水さんとは無縁のイベントではあるんですが、はい、
あの、アンド酒福岡っていう、ああ、はいはい。国際センターであったイベントに。はい。行ってきたんですか？まあ、去年も行ったんですけど。はいはい。行ってきましたよ。どうでした？いや、めちゃくちゃおしゃれなイベントなんですよ、あれ。なんか、日本酒とか、焼酎もあるんですけど、あれ。そうですね。主に日本酒？主に日本酒ですね。はいはい、酒蔵がこう集まって、はいはい、あと、その福岡の有名な、飲食店とかがこう、うんうん、ブースでこう出店して、こうね、入るときにコインを受け取って、はい、そのコインで支払いするんですよ、ね。その会場内だけのコイン。はいはい。アンド酒通貨を使って。そう、アンド酒通貨ですね。グラスとコインをもらうんですよ。でグラスもそのちゃんとしたあのグラスなんで、普通に持って帰れるような。あ、そうなんだ。家でも、日本酒飲んだりとかするのにちょうどいいようなサイズの。じゃあ記念に持って帰って使えますよみたいなレベルの。そうですね。でもそのグラスのデザインとか仕様変わってないんで、はい、あのもらったやつは全く同じやつだった、うんうん、だったんで、うちにあの同じグラスが増えていってます。なるほど、はい、めちゃくちゃ人多いんですか？めちゃくちゃ人多いです。そうなんだ、はい、なんかいわゆるあの芸能人タレントモデルとか、うんうん、何やってるのか分かんないけどおしゃれな人たちみたいなのがいっぱい集まって、うんうん、若い人も結構ご年配の夫婦の方とか、うんうんうん、なんか仲間内で来てるんだろうなみたいな人たちもたくさんいて、真ん中に DJ ブースがあって、はい、DJ ブースもめちゃくちゃ今年おしゃれでしたね。ああ、そういう感じなんだ。はい。へー。去年も DJ ブースありましたけど、なんかまたデザインが変わってて、いいな。それお酒しか置いてないんですか？あ、もちろんあの。カフェブースとかもあるんで、コーヒー飲めたりとか、ノンアル出してるお店もいっぱいあるし。じゃあ本当にそういう賑やかだから行くみたいなことも、うんうん、とかお子さんとかもいるんで。あ、そうか、はい、そうですね。そっか。チョコレートショップとかだったらパフェとか買えれたり、はいはい、あ、いいですね。チョコレートケーキ食べれたり、チーズケーキ食べれたりとか、コーヒーもあってノンアルもたくさんあってみたいな、なんかスタイリッシュなイベントですね。そんな感じなんだ。でももう真っ昼、11時オープンとかなんで、もう真っ昼間からもうみんな飲みまくってますね。結構そういう綺麗なイベントって知らなかったです。ああ、もうめちゃくちゃ。結構もう、なんていうの、飲んべえたちのこう地獄絵図みたいな感じだったと思う。それね、多分ね、福岡だからあの空気なんじゃないですか、多分。ははは。あの、こう、誰も生きってないから、はいはいはい、ああいう場所で。なんかやっぱ、ずっと言ってました。ずっと言ってる、なんかこう抜け感のある地域だから、はいはい、これまた僕らの地元とかだったら同じとかでもちょっと乱闘さあんなことにはならないかもしれないですけど、みんな本当にお酒と食事を楽しんでるっていう、うん、アンド流血になりますね。アンド酒の前にもう流血が来てますからね。後にくっついてるわけじゃない、プラスアルファじゃなくてメインになってますから、流血の方が。流血アンド酒になる。なんかこっちの方近づいてたらちょっと暗くてあれですけど、あ、なんか実はあったりとかするんですか？でもなさそうですよ、なんか綺麗ですね。うん、やっぱ今日一日雨だったからあんまり人が滞在してなかったのかな、そうかそうかみたいな。日中も降ってたのか。ねえねえ、そういう感じのゴミのなさですね、今日は。1時間散歩になりそうな、うんうん、腰は結構どれぐらいのレベルですか、痛さ的には。痛さ的にはね、靴下履けないとか、そこまではない。そこまでない。なんだろう、めちゃくちゃ散歩してたら、うん、限界超えたら腰痛くなりません？ああ、わかりますわかります。あの感じが早々に来るみたいな。ああ、なるほど。ちょっとこう重めの鈍めのやつ、ね、そう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 、うんうん、あ、表現がもう素晴らしいですね。そうです、疲労によってこう出てる痛みというか、そう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 、なんか激痛系じゃない、こうじわーってくる重い痛み、うん、こう上水さんはこうなんというか、ありそうで生活感がないみたいなタイプだと思うんですけど、はあ、客観的に見ると生活感なさそうですよね。荷物とかは多いんですか？荷物少ないです。あ、少なそうですよね、はい、確かに。いや、あの業者頼むともったいないなぐらいの荷物ですか？うん、全然、うん、あの普通に乗用車2往復とかで運べるみたいな感じ。はいはいはい。あ、そうなんですね、うんうん、その少なさをもってしてトングはどこにあるか分かんなくなった。多分トングをそのしまわなかったと思うんですよ、汚いから。あー、そっかそっか、他のものと一緒になっちゃいますもんね。そう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 、普段ゴミ拾ってるのに。だからどっかに置いてたのかどうしたのか記憶がないってやつですね。
まあでも少ないとはいえですもんね、生活するわけですから。そうそう、やっぱ運んでみるといっぱいあるなーって感じでした、うん、やっぱ腰ちょっとだけ痛いなぐらいになる程度の量はありますよね、引っ越しは。ありますね。じゃあミニマリスト、ミニマリストした人の引っ越しとか手伝ってみたいな、マジでこんなもんなんだみたいな体感してみたいです。一往復終わるんじゃないですかドライブみたいな本物はね、すごいんじゃないですか。本物すごい。なんか福岡にミニマリストの有名な、なんか若い男性いますね。いますよね。ちょっと名前忘れましたけど、うん。なんかインフルエンサーみたいな、はいはい、書籍も出してる人。います、います。まあ、気持ちは分からんことないんですけどね。ミニマリスト？うん。まあ、その、極端だなとは思いますけど、その、なんか、まあまあ、その、ああはならないですけど、うんうん。まあそうなってる人のなんか気持ちもわからないことはないかもしれない。僕は結構そっち寄りだもんな。そうなんですよね。あの物増やすっていうのはなんかちょっとめんどくさいなっていうのがあるんですよね。物からやっぱり、ね、受け取る情報みたいなのは、うん、すごいあの疲れる。なんか上野さんそれよくそういうの言ってますよね。なんか映像とか見るの情報が多くて疲れる。そう、映像も見れないんですよ、うん、YouTube 見れないんですよ。はいはい、活字が一番いい言ってますよね、うん、ノイズが少ない。でもその物から来る情報ってその物の機能とかそういうことですか。機能性のあるものに限らずみたいな。機能よりもやっぱさ、デザインのデザインとか主張してきてる感じ、うん、メッセージ性みたいなのが、部屋の中に置いた時に圧倒的にさっきなかったところに立体物があるとかいうことになりますもんね。そうそうそう、うん、とかなんでここにあのなんだろうな、その赤いんだものがあるんだろうとか、あ、はいはいはい、文字とか書いてあったらなんでそこで、それは商品名なんだからしょうがないんだけどみたいな、なんか文字みたいな、うんうんうん、そんなメッセージいらないみたいな感じの、それはめちゃくちゃわかります。気持ちになる。え、あれですか、家は結構綺麗にするタイプですか。綺麗にしていこうと思ってるタイプですね、今。ああ、なるほど。あ、じゃあ、以前の部屋は結構散らかってました。散らかってましたね、僕からすると。物少ないなりに散らかってると、うんうん。僕からするとちょっと散らかってた。これもしかして、新居に移って、はい、こう、片付いた部屋の状態だったら忘れ物とか減るとかないんですかね。いや、多分減ると思いますよ。ね。引っ越しにね、バタついてたんですよ。引っ越しでバタついてましたね。あと、僕、離婚したんですよ。あ、そういうことなんですか。そうそうそう。あ、なるほど、なるほど。離婚で引っ越してて。はいはいはい。だから。それ、いつ頃なんですか。9月上旬かな、離婚したの。あ、めちゃくちゃ最近。そうそうそう。それですぐ引っ越してなって。それで、もう東京来ましたから、東京に離婚して、行って、帰って引っ越す。はい、ああ。感じだったんですよ。だから、じゃあ結構相当いろいろあれやこれやバタバタした夏だったんじゃないですか。そう、本当に通常の仕事はもちろんある中で、はい、その東京で何かやるみたいなね、まあ作業ができればなるからその、はい、まあ前倒しでいろいろやるとか、はいはい、捨てる中のそういうプライベートのこともあり、はい、引っ越しの準備がありとか結構ねパンクしてましたね。あれ離婚のこととかどっかで話してましたっけ。話してない話してない。今ここ初出し。うん、いや、うん、全然まあ。ね、相手のあることなんで詳しいことは言えませんけど、うん、離婚という事実情報は事実なんですね、うんうん、別に。それは皆さん結婚してるっていうことは知ってたんで。それもね、知らない人知らないんじゃないかな。あんまりこう、でもほら、なんか結婚した時にとかそういう、こう話の中でポロッと出てくるワールドとかあったじゃないですか。それはそうかもしれない。だからね、またおみくじだ。え、何、おみくじを捨てるということが、落としてるのか捨ててるのかわからない。太宰府です。おお、太宰府の基地ですね。わざわざ、太宰府まで行ったものをね、こんなところに落としちゃって。腰痛書いてないですか。腰痛書いてないですね。書いてあったとしても上野さん関係ないです。確かに確かに。そうなんですよ。なるほど。なんか上水さんポッドキャストの番組をいっぱいやられてることで、はい、こう話している尺が長いじゃないですか、はいはい、
発信しているトークの尺が長いから、なんか不思議なんですよね。何ですか？なんかこう長尺話聞いてるのに生活感がないっていうのを、はい、じゃあ何を普段あんなに聞いてるんだみたいな。そうですよね。あんなに話してたら謎めきがなくなっていくじゃん。謎めいてるのがいいですね。謎めいてますか？あんなに話してるのに関わらず。そうね、プライベートのことをあんまり、でも話してるは話してますけど、その家庭というかね、家の中みたいな話はあんまり話してないかもしれないですね。あとあれですよね、あのその対外にあることよりも今何を考えているかとか、あ、そうですね、どういうふうに感じたかとかいうトピックが多いから、はいはい、確かに見えてこないのかもしれないですね。エピソードはあんま話してないかもしれない。確かに。でしかもその禁酒にしても、はい、朝礼にしても何か他のポッドキャストの番組を踏まえて喋るにしても、うんうん、その番組内イベントの外に出ないじゃないですか、うんうん、上水さんの活動の外に出てない話だから、うんうんうん、見えてる活動の外周にあるものは何か確かに情報としてキャッチできてないかも。そうですね、意外と謎が多いのかもしれない、うん、あと番組によってはね、はい、上水さんがこう受け手のポジションだったり、あ、そうです、ね、自然となっている番組とかもあるじゃないですか、はいはい、あるある、結構あるかも、ね、結構多いですよね。うん、うん、受け手の方が多いかもね、うん、あ、でも元サイコパスじゃないですか。はいはいはい、元かどうか、あの現役かもしれないですけども、あ、まあ EX、自称は元だよね。 EX サイコパスじゃないですか、うん、でその時から思ってたんですけど、はいはい、なんか EX サイコパスのその当時ですね、はい、当時サイコパス、はい、前世紀だった前世紀、はい、現役時代、はい、なんかやっぱこう、まあまあそのサイコパスってそれとは関係ないんですけど、実は意味は、はいはい、サイコパスって言ってる人がめちゃくちゃその平均を取ろうとして受けてるなっていう。そのサイコパスが中立してるっていう、あの不思議なポジションの番組とか結構あって、うんうん、ありますよね。あそこありますね。あれはなんだ、空き缶ですかね。なんか珍しい。あ、チルアウト。あ、チルアウト。チルアウトとハイライトですね。なんかキャラクターとしては、はい、サイコパスって言っていつもサムエ来てますみたいな、うんうんうん、だったら一番こう木をてらったこと言ってそうですね。確かに確かに飛び道具感ありますよね、うん、一番バランサーっぽい動きしてる時ありますもんね。上水さんが。ありますあります。なんならバランサーの方が得意な一つありますか。それはね、多分こう旗から見た時の直感と違うっていう。ああこういう人なんだみたいな。まあでもあれじゃないですか、 Q さんで言うと数字が弱いみたいな、え、数字弱いように見えないんだけどみたいな、はいはいはい、直感に反するみたいなですね。なんか J-POP を流し始めましたね。やっぱ冬の、ね、冬のこのイルミネーションで、はいはい、より一般的な方が来ると想定してるんです。あ、そういえば今日から2人とも長袖になりましたね。そうですね、もう半袖1枚は寒いです、うんうん、この寒いも冬用の寒いに変わりましたからね。あ、そうなんですね。そう、そうです、もうちょっとあの袖とか短かったですもんね。そうそう、で薄い生地の、うんうん、やつだったんですけど、冬用の方がやっぱり高いんですか。高いですね、うんうんうん、高い高い。ゴミないな今日ね。本当ゴミないですね。やっぱずっと降ってたんでしょうね、うんうん、日中。あれ今日ですか昨日ですか、引っ越ししたの。引っ越しはね、でも先週からやってるって感じかな。ああ、ちょこ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 やっていってて、そうそう、あの元あった荷物を出したのは先週だけど、ほほほ、荷物が段階的に、なんていうの、新しく買った家具とかが段階的に届いて、うんうん、あ、いいですね、新生活、新生活です、ほんと
そう、役所周りがめんどくさいですね。あのなんかいやそれはそうでしょうね。住所変更を始め、なんかいろいろね、多そうですよね。付随してね、運転免許だ、銀行口座だとかね、全部買っていくからめんどくさいですね。あれ絶対どうにもならないと思うんですけど、いろいろ進化しても、うんうん、どうにかしてほしいなと思いますよね。あのそういう時だけはどうにかしてほしい。普段は思わないですけど、うん、そういう時だけあのね、情報を一元管理してほしいですね。いや確かに一瞬だけ、うん、そういうことでもなければどっちかというと抵抗感ありそうなトピックですけど、うん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 、いざ自分がそうなってしまえばめんどくさすぎてマジでめんどくさい。うん、やっぱり少ないな。うんうん、まあこれは仕方ない、仕方ないというか少なくていいんですけどそういえば今日はね、ディスちゃん聞いてましたよ。あ、そうですか。あのラッカさんが金箔の習い事をしてる、はい、どうですか。あ、金箔とかああいうこう SM の世界観とか、はいはい、こう興味あって、はいはい、いろいろ金箔師の人のエッセイとか、はい、ビデオ見たりとか、うん、してた時ありましたよ、高校生ぐらいの時。そうですか。なんか世界観がかっこいいじゃないですか、うんうん、アーティスティックでなんかこうファッショナブルで、うんうんうん、まあ、あの和と洋もありますけど、うん、世界観の違いが、ね、うんうん、結構音楽とかファッションに紐づいてる世界観でもあるんで、なんかパフォーマンス性高いし。確かにね。なるほど。ラッカさん今修行中らしいね。うん、あとなんかどう考えてもこう技術がいりそうなものってなんかやっぱ興味持ってしまうんですよね。なるほどね。あのなんかパッと見すごさが伝わりにくいものってあるじゃないですか、はい、あの中の人間でなければ、はいはい、いやけどあれどう考えてもその特殊技術すぎません、うんうん、難しいと思う、うん、あんな綺麗にどうやってどういうことって感じ、うんうん、まあ、あとそれこそエッセイとかドキュメンタリーとかだったら、はい、その なぜ金箔師になったのか、うんうんうん、そういう話が聞けたりとか。なぜなるんですかね、ラッカさんはなぜなってるんだろう。いやそれ本当人それぞれだと思いますよ。あの結構個性的な世界観、世界じゃないですか、はいはい、だから、はい、何によってそこにこう自分が入り込んだのかっていうのが人それぞれすぎるっていうか、うんうんうん、それこそ、まあ、これ金箔じゃなくてなんか S の世界の話だったんですけど、はいはい、なんかご自身が S だと気づいた瞬間は何ですかっていうのが、はい、まあ、匿名でその、まあ、いろんな人にリサーチ取って、はい、これ映像作品だったんですけど、はい、匿名で東京都何々さん何十何歳女性とか出てきて、はいはい、その理由が書いてあるんですよ、はい、っていうのがポン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 出てくるっていう映像があったんですけど、うんうん、もう様々すぎる本当に様々すぎる。なぜその目覚めたのかっていうのが、おうおう、例えばどんなのがあるんですか。一番そのいっぱい出てくる中で、はい、なんか衝撃を受けたっていうか、うん、こういうのでゾワッとするためにこういうの見てるんだって俺が思ったのが、はい、70代ぐらいで目覚めたと。へ、女性、おうおう、で夫の保険金が入ってからいうのが理由、うんで、S に目覚めたの？死亡した夫の保険金が入ってから自分の S 性に気づいた。それ想像だにしない。自分がなんか小説を書くとしたら、うん、S に目覚めたキャラクターにその理由つけないなと思って。うん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 、リアルな声だからこそ初めてこう、聞く角度というか。いや、そういうのでもありますよね。うん、裁判好きなのそれですもんね。裁判傍聴するんですけど。ありますよね。うん、やっぱ裁判もののとか犯罪ものの映画とかドラマとかってやっぱ綺麗に落としどころがあるけど、うん、実際のところってね、その被害者のインタビュー証人喚問で聞かれてるけど被害者そこでそれ言っちゃうみたいなこととかあるから、うんうんうん、あの衝撃、衝撃ですもんね。結局物語の中で何かを機能させるためのキャラクターではないじゃないですか、うんうん、そう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 、その、うんうん、作った物語は
そのキャラがなぜそうなのかっていう理由を物語に機能させるためにこう設定していかないといけないけど、現実はそんなこっちゃないんで、そうもっと本当自分自身の中から出てきてるものだから、あ、面白いですよね現実。全然歯車噛み合わないとか面白いですよ。ありますよね多分ね。ある。いやでもさ、普通に生きてて普通に歯車噛み合わない人もいるじゃないですか。犯罪者でも何でもないのに加害も被害も関係なくて、あんなに噛み合わないんだから裁判なんて噛み合わないんだろうなと思いますよ。そうですね。まあそのロジカルな回答を求めてますからね。でなんか感情に訴えてほしい時だけ感情成分入れてくださいみたいな、はいはい、なんかやっぱりそのフォーマットがあるから、求められてるその回答の質みたいなのがめっちゃ、まあ、ある種場としては分かりやすいけど、そのように振る舞わない人がいるみたいなのが面白い。ましてはそれによってあなたのちょっと人生感が変わるんですよみたいな、当事者がなんか そのように振る舞わないみたいなのが面白い。しかもそれが原告側なら、まあおかしな人が犯罪を犯しちゃったんだなって分かりますけど、被告側がそうだったりする時もあるじゃないですか。あるある。それが面白いですよね。そう面白い、まあ、面白いって言ったらいいのかなっていう話ですけど、興味深いという意味で面白さですね。嘘やろってなりますもんね。結構そういうの、そういうっていうか、まあ裁判ではないですけど、なんか FBI の精神分析家っていうのが、その今でこそこう猟奇殺人とかあると、まあ、生い立ちとかを追うっていうのあるじゃないですか、そのバックボーンとか家庭の事情がどうだったのかって、でもこういうのだって誰かが今でこそなんかそれはそうでしょうと思うけど、誰かがちゃんとしたこうエビデンスを取っていって、フィールドワークしていって、あのこうずっと死刑囚とかに話聞いていくんですよ、ある2人の精神分析官が、でようやくそれをやっててめっちゃバカにやさされるんですよ。捜査なんて足でやれみたいな、そんなのやって何の意味があるんだって言われ続けるんですけど、絶対価値があるはずだっつってやっていくんですよね、でまあ今となってはもうそのプロファイリングとか当たり前の世界じゃないですか、でそうこうしてて、なんかこうあと一歩だっていう時に DNA 鑑定とかが科学の追い風で出てきて、で関係あるんじゃないかみたいな感じにだんだんこう、こう整っていくんですよね、精神分析官っていうの必要なんじゃないかみたいな、そういうドキュメンタリーとかもめちゃくちゃ好きです、でそれ言うたって1970年代とかの話なんで、ああそっか、そう、それまでそのとんでもないのはそういう捜査の仕方みたいななかったわけですよね、要は。いきます、すごいね、お箸とタバコとお弁当、ご飯食べてタバコ吸った形跡ありますねお漬物だけ苦手なんでしょうねお漬物だけ残ってますね。蓋をきれいに閉めてますね。プラス2本タバコ吸った可能性もありますね。ダメだ、いつものトングじゃないから。あ、そうですよね、やりにくいですよね、掴み方が。でも裁判の傍聴のやつも、大きな事件とかになると本当抽選取れないみたいですね。ああ、めちゃくちゃ並んで、でも本当何気ないってあれだけど、誰も注目してないような事件もやっぱね、その人間みたいな感じがありますからね、面白いですよ。絶対面白いですよね、いろいろあるんやなみたいな。生で見たことないですね。あ、本当ですか。ないですないです。これは東京でも見に行ってきて、いいですね。なんかそれとかはまあ、不同意性交の裁判だったんですけど、朝起きたら、隣に知らない50代のおじさんがいた。
っていう。あ、それは被告側ですか。そう、うんうん、被告の証人喚問で、はいはい、まあその前にねいっぱいやってるだろうから、うん、概要はあるんだけど僕はそこしか行ってないから、はいはい、もう映画みたいなわけですよ。朝起きたら、ね、隣に50代の男性がいた、うんうん、そして自分の目の前には、ちょっと待ってください。これそれって言っちゃっていいんですか、ポッドキャストで内容。誰が大丈夫ですか。目の前には同棲中の彼氏がいた。うん、そんなんなんですよ。すごい。どういうことって感じ。でそれをなんかだんだん検察官とか弁護士さんがいろいろインタビューして、うん、それってどういう状態だったのかみたいなことを聞きつつ、まあ監視カメラですよね。近所のコンビニとかマンションの監視カメラの映像とかを使って、これってこの時こうでしたかとかどうでしたかみたいなことをめっちゃ聞いていくみたいな感じのやつでしたよ、うん、いわゆるね裁判もの の映画とかも好きなんですよ。ドラマとか、はいはいはい、なんか面白いですよね。いやそうそう、うん、なんかそれでなんだろう、同意とは何かみたいなことをこう考えさせてもらえるのかなと思って、そういうきっかけになるかなと思って傍聴したんですけど、なんか本当にその被告も、いやもう酒飲んで覚えてないんですよねみたいな、なんかカラッとしてるんですよ。あ、被告側が。そうそう。いやで多分同棲中の彼氏の強い希望で訴えてるような感じっていうか、うん、女性も別にいやもうな覚えてないしなみたいな、うん、みたいなノリなんですよ。はいはい。だからもうねっていう、確かに責任能力判断能力がなかった人に対して成功を加えたという、問題は当然あるな、そういう争点あると思うけど、あ、それはもうその横に寝てただけじゃなくて、もうその不同意性交行われちゃってるってことなんですか。ね、それもあやふや。そうあやふやです。うんうんうん、証拠まだ不十分で、はいはいはい、途中まではやった形跡があるって。はいはいはい。けど本当に性行為をしたのかっていうと証拠はまだ分かんないみたいなやつで。で本人も全く記憶がないって言ってるし、うん、監視カメラの映像だとなんか前半はまだそのおじさんが登場する前は、うん、泥酔して本当にもうフラフラしてるみたいな、うん、もうコンビ近くのコンビニでもうフラフラ千鳥足になってる映像とかが残ってると。え、それはおじさんが、女性が、ね、女性が。そうだからまあすごく泥酔して要は判断能力がない状態にありましたよねってことを検察は言いたいみたいな。でもそのしばらく時間が経った後に、まあ、その女性が家に着いたのかな、うん、でそのマンションの1階で泥酔しすぎてこけちゃったらしいんですよ。はいはいはい。でこけちゃってで起き上がってそのまんまそのマンションの前に座ってたと、はい、そこにおじさんが登場する。知らないおじさんがで声をかけて、まあ、そこで何を会話されてるのかとかはその音声はないからお互い分かんないんだけど、おじさん曰く声をかけたらたこ焼きを食べたいって言われたからコンビニに一緒にたこ焼きを買いに行ったっていう。お、そしたら今度コンビニの監視カメラも。そうそうそう。だからさっき通り足で歩いてたコンビニにもう一回戻っていくんですよ。おー、面白い。めちゃくちゃ面白い。でそのコンビニではなんかすごいキャッキャしてる映像になってるらしいんですよ今度。おじさんと被告側が。そう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 。で弁護士としてはいい、ねそのいいね、同意があったというふうに、要は不同意じゃなかった、無理やりじゃなかったんだってことを証明したいから。そうですよね。この映像ちょっとなんか盛り上がってるふうにも見えるんですけどみたいな、この時でどういう状態だったか説明できますかみたいな、うん、酔っててってなるんですか。そうそうそう。でまあ見方によってはその、うん、なんていうの、盛り上がっている、うん、その嫌そうには見えないんですけどみたいな、うん、ってことを言うわけです弁護士。ちょっとそれはなんか言い方的にどうなのって思ったけど、うん、まあでもまあ確かにそういうことを通っていかないといけない立場でもあるんだろうな。まあまあまあ弁護士側は絶対そうですよね。ねえねえねえ。こっちに持っていかなくちゃいけないから、うん、そしたら被告はなんかそこで覚えてはいないけれどもなんかすごい不快ね、このようなことがあって不快だったとか気持ちに訴えるのかと思ったら、うん、いやまあ覚えてないからまあ盛り上がってたかもしれないですねとか言うんですよ。てかもうなんかあっけらかんとしてる感じなんですよね。そう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 、ね、だから別にそんなにそれにも傷ついているわけでもないぐらいの態度というか、うん、態度としてはね。だからもう何の話し合いなんだろうみたいになってるんですよ。はあ。でもその感じでもまあなんか決着はつけないといけないわけですもんね。そう。だから結局ずっとそんな感じでずっとあっけらかんとしてるみたいな。ほう。
こっちに来た途端ゴミすごいっすね。ね、こっちは雨でもあるんだ。あの落下さんと ね発掘したやつですよね。穴の中にゴミがある。あの回ですごい大量にゴミを拾ったところ、やっぱりで次回あの同棲中の彼氏が証人喚問で追われて、うんうん、その次にあの、まあ、容疑者の方がまあいろいろ聞かれて判決っていう流れだと思うんですけど、できれば見たいですね、そこまで見たらね。ねっていうね、次回彼氏証人喚問みたいなやつだから結構ね、その映画とかじゃありえないような展開、うんうん、確かに確かに、どういうことみたいな、激おもろポッドキャストじゃないですか。そうそうそう。いや本当ね、裁判傍聴ポッドキャスト誰かやったらいいのにって思うぐらい、裁判ってそのドラマがあるというか、ドラマって言うと言い方良くないかもしれないけど、その予期せぬ展開がある、うんうん、だから人間の解像度上がりますって感じですよ。はあ。めちゃめちゃゴミあるね。めちゃくちゃあるなんだ急に、うん、今日なんなら尺回るかな、取れたか大丈夫かなぐらいに思ってたんですけど、うんうんうん、こっちに来た途端すごい歩けないレベルですね。前に進めない、ゴミありすぎて。結構前の回ですけど、はい、パーティーちゃん知ってますか、はいはい、っていう。パーティーちゃんね、はい、であの3人組の芸人なんですよって話したじゃないですか、はいはい、そんなはずがないだろうって言ったんですね。そうそうそう、うんうん、チャラ男とギャル2人のトリオ分離、はいはい、トリオだっつって、でそのパーティーちゃんの後輩芸人で、はい、小竹正義感っていう、うん、尾崎世界観みたいな感じですね。完全にそうですね、うん、小竹正義感っていう好きな芸人さんなんですけど、僕、はい、もうだいぶ前から、もう今結構もう流し入れてるんですけど、はい、で結構そのシュッとしててイケメンで、はい、なんですけど、その小竹正義感っていうピン芸人なんですけど、その名前も何かっていうと現役弁護士なんですよ。へえ。現役弁護士で、うん、で、うん、これ結構すごくて、この人、うん、で今も現役で弁護士やってるんですけど、はい、あの奥さんも弁護士なんですよ、はい、で奥さんがあの Google にヘッドハンティングされて、うん、Google の法務部で唯一の日本人弁護士だったスーパーエリートなんかですね。スーパーエリート、はいはい、もう今奥さんと子供帰国してるらしいですけど、はい、でその小竹正義感が聞けば無罪っていうポッドキャストやってるんですよ。はいはい。めちゃくちゃおもろいです。それなんか裁判のなんか話をしてるんですか？というかなんか こういうことに出くわしたんですけどとかメールがいっぱい来るんですよ。あ、これって法律的にどうなるんですかねみたいな。はいはいはい。法解釈をいろいろ教えてくれるんだ。そうそうそう。逆にこれ私こういうことにしちゃったんですけどこれって法に触れますかねみたいなとか、はいはいはい、いや全然大丈夫ですよみたいな。なるほど。何条でいいとか言って でもこれがすごい能力が高いなと思うのが、はい、まあ、やっぱ相当頭いいんだと思うんですけど、うん、やっぱもう完璧に笑いにしていくんですよ、ね、笑い取っていくんですよちゃんと。へ、芸人なんですごいね。法律相談、法律悩み相談に笑いを入れてくる。そうですね、すごいな。そんな番組は。あと賞レース M1 グランプリとか、はいはい、キングオブコントとかの、はい、あの感想っていうのを芸人さん結構いっぱいあげるんですけど、はい、やっぱ大きな大会なんで、うんうん、その小竹正義感はそれをなんかそのコントの内容が法に触れてるかどうかで評価していくっていう YouTube やっててこれなんとか罪に値しますねとか言ってめちゃくちゃ面白い。やっぱすごいこうクレバーな笑いの取り方で、あの芸人としても相当いい感じで好きなんですよね。うん、初めて聞きました。小竹正義感。小竹正義感。多分かっこいいしファン多いと思いますよ。へえ。おいくつぐらいの方ですか？32、3ぐらいじゃないですか。若いんだ。うん。へえ。
すごいね。で弁護士、弁護士そのものの裏側とか、あ弁護士の生態とか、はいはい、そういうのを小話にして笑い取ったりとかあと変な法律、はい、とかをネタにしたりとか、ああそういう感じのこう弁護士だっていうことをこういちいちつなげるうまさが、うんうんうん、すごいね、うん、巧みですね。なんかどうやらあの今の奥様が、うんうん、なんかすごいお笑いが好きな人で、うん、でまあもう弁護士になるための勉強とか2人ともしてるんですけど、はい、それでなんかその奥様がお笑いが好きで一緒に見てたら小竹正義感もうお笑いが好きになったと。あ、はいはい、それでまあ弁護士にはまあなろうとは思ってるけど、うん、ちょっとお笑い芸人目指してみようかなって言ったらしいんですよ、うんうん、で言ったらあいいじゃないいいじゃないそんなんやってみたらいいじゃないみたいな、なんかこう、はい、こう2人して弁護士目指してるからどうなるか分かんなかったけど、はい、すごい背中を知ってくれたと、はい、で結婚して子供も生まれて後にこう分かったことらしいんですけど、はい、奥さんの学生時代中学校高校生時代の時に、はい、なんかその奥様のも昔の同級生から聞いたらしいんですよ、うん、いやあの子お笑い芸人と結婚するのがずっと夢だったんだよって聞かされたらしいんです、だから自分がお笑い芸人になるように仕向けられただけなんだみたいな。怖すぎるずっと夢が芸人の奥さんになることだった。怖いな。それは法的には OK だ。だからあれじゃないですか、 Google にヘッドハンティングされる唯一の日本人っていうぐらいだから、その程度の人心掌握はお手のものなんじゃないですか、はいはい、気づかれずにね、うん、ゴール達成までしちゃうみたいなね。アメリカの司法試験も一発で受かってって言ってましたもんね。やばっ、やばすぎ。激烈エリートですね。あ、こう行きます。おう、行きましょう。まあ、あんまないかな、この辺は。このルートは初めて？あ、ここは確かに初めてかもしれないですね。ねえねえ。小竹世界観か。面白いな。小竹正義感。正義感か。世界観はそれ。クリーパイプだった。正義感ね、やっぱ今あの音楽やる人でも俳優にしてもそうですし、はい、お笑いの人もそうですけど、あの上がってくる人ほど高学歴になってますね。それめちゃくちゃ感じます。あ、へえ、うん、なんでなんでしょうね。スキルフルになってるからじゃないですか、全部のコンテンツが。おおおお。ただ一定の頭の良さはいるじゃないですか、絶対。まあそうだね。ただ賢い人がいいもの作れるっていうの方がなんかこう、まあそりゃそっかって感じじゃないですか。そうね、うん、あとあれかな、一定のエリートでも今だと安定感っていうか、例えば弁護士さんでも今弁護士になったから安泰っていうの時代でもないから、なんかこうみんながこう、あ、そういうのもあるかもしれないですね。独立精神を持ってじゃないけど自分で何とかしなきゃみたいな感覚もあるのかもしれないですね。だってあの今の J-POP のアーティストとかロックバンド音大卒だったりしますからね、普通に人気ある人たち。ロックバンドは大体中卒でしょ高校あんま行ってないみたいな感じでしょ。今それ時代違うんですよね全然音大卒ロック。今北谷達也っていう、うん、まあ去年か、はい、あの紅白歌合戦にも出て、はい、あと呪術廻戦のテーマソングだったあのボカロ上がり歌い手、ニコニコの歌い手上がりだったかな、はいはい、のこう口にピアスつけたロン毛の男の子がいるんですけど、はいはい、めっちゃかっこいいんですけど、はい、あのあれですもんね、東大文学部卒ですもんね。へー、なんかミュージシャンも高学歴な時代なんだ。そうですね、すごいね。で今芸人の世界もはい、
大学お笑いサークルっていうところから出てくる人たちが多くて、うん、こう事務所とかからじゃなくて、まあ、後に吉本に所属とかするんですけど、はい、大学お笑いから出てきたっていう人たちめちゃくちゃ今活躍してるんですけど、はい、その大学お笑いが強いところが早稲田とか、はい、慶応とかだから、その必然的に学歴が高い人たちが多いんですよ、はいはいはい、なるほどね、すごいね、そういうことなのか。だから本当にその芸人やってる、いや音楽やってるとかだけで、うんうん、バカにしたいと思っている大人がいても、うんうん、あなたたちよりちゃんとしてますよっていう偶の音も出ない世界が今来てますね。恐ろしいね。全てにおいて勝ってますよ彼らがっていう恐ろしいね。いざ多分この子たちが会社にやってきたら仕事取られますよ、うん、ポスト取られますよっていう子たちが芸人やったりバンドやったりしてるっていう恐ろしい世界が今来てます。怖いな。どうやって戦いますかっていう。もうね、みんな謙虚になるしかないね。やっぱ余計なディスはねしない方がいいですよ、うんうん、今の時代。ねえねえ、リスペクト。それこそあのムロさんの、はい、あの教養を無駄に使いたいって言っても、はい、実はムロさんの教養が一番生きるのはダジャレなんじゃないかみたいな、はいはいはい、で今この反転した時に、はい、今現在ふざけた芸風に見える人たちがどれぐらい教養がある人かっていうのは、はい、実はバックボーン分かんないんですよ。そうね、うん、確かに相当な教養で相当な学びをこう得てる人が、うんうん、こう音楽をやってたりとか、はい、ラップやってたりとか、うんうん、ダンスやってたりとか全然するんだろうなと思って、うんうんうん、ムロさんのギャグが世の中を席巻するっていうこともあるんじゃないですか。ダジャレ協会やっぱ頑張らないかな。野沢野さんもちょっと呼ぼうと思ってるからな、うんうん、彼も高学歴だと思うな。ちょっと教養の無駄遣いしよう。結構どうしてもあの僕と上水さんが学生の頃流行ってた音楽なんていうのはなんか勢いとかノリが大事なこうテイストのジャンルが流行ってたからあんまり関係なかったんですよね。技術とかじゃない、音楽の地方がどうかとかあんまり関係なかったんですけど、多分今ロックバンドとかも、 あのもう譜面で曲かけるような人たちが多分もうめちゃくちゃ増えてる。すごいね。譜面読めないよ。譜面読めないっすね。雨やみましたね。雨全然やみましたね。うんうん、綺麗に。いや本当あのこれぐらいなら最初からこれぐらいだってほしかった。そうね。そうね。本当そう。あと1周ぐらいします、ね。うんうん、1周でちょうどいい時間かも。あ、外もありますか？外から。あ、全然。そうかね。あら、なんか腰痛がなくなったぞ。お、いいね。いや、あ、ちょっと歩いたりとかするとこう迎え酒みたいに、うんうんうん、なんか飲めるぞみたいな。なんか起きて二日酔いでなんかもう逆にビール一杯飲んじゃうみたいな、うんうん、あれなんか飲める感じがしてきたってなってる、うん、歩けるってなってる、痛みがない。あのその例の野田野田さんと室さんとのやつは、はい、想定としては僕ここちょっと違うと思ったんですけど、はい、あのギャグなんですかダジャレなんですか。ダジャレですね。ダジャレでもそれはその番組の中でちゃんと語らないといけないのが、うん、ダジャレの定義をやっぱり、ね、どの範囲をダジャレとして扱っているの か、うん、だから結構ね室さんと話した感じだと広いんですよ、うんうん、でも広いけど、どの範囲がどういうものをダジャレとするのかってやっぱ定義から我々新日本ダジャレ協会はダジャレの範囲をこうとするっていうやっぱ定義からね入っていかないと。外から現在ある定義を引っ張ってくるんじゃなくて我々の中でこうしますっていう風にしていく感じですか。もう新しいカルチャーを作ってくるんですね、うんうん、我々としてはこれを新日本ダジャレ協会のダジャレの定義としますっていう、もう完全にオリジナルにしちゃうっていう
一応あの上見さんが現象のラジオだと思うんですけど言ってた、はいはい、あの室さんの面白かった東京で面白かった、はいはいはい、サジオ投げた、そうそうそう、ちょっと焦点みたいな感じですよね。そう、あれは、あれはね小ボケっていうかダジャレじゃないですよね。多分ね、掛け言葉ですよね多分ね、ダジャレはね、うん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 、サジオ投げたは結構その完全に焦点の世界ですよ、うん、ダジャレとギャグで2つに分けるんだとしたらギャグの方に近い、うん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 、ダジャレといえばなんか同音異義語って感じですよね。そうですね、あのアルミ缶の上にあるみかん的なやつでしょ。そう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 、それとは違いますもんね、ちょっとテイストが。スタジオ投げるわ、そう、だからちょっと範囲広めで撮りたいんだろうなっていうのは感じますね、うんうん、だからその辺も定義しつつ、なんかなんか後半に来て、うん、ゴミ豊富に、なんだかんだいつもより多いぐらいの感じに着地してそうな。おうおうおう。すごくない？あるある、めっちゃある。めっちゃある。めっちゃある、うん。公園の中まで来なかっただけで、外に捨ててるみたいな。これとかほぼ入ってんじゃん。いや、これも入ってる。これわざと置いてんのかな。え、ということは野沢のさんも結構ダジャレを言ったりするってことですか。言ったりしますね。あの普段しないんですけどね。なんかあそのそういうダジャレをするぞっていうノリになったら、浮かんだものをこうポンと発信してくれるって感じですかね。だから器用ですよね、うん。言わないことも言うこともできるっていう。室さんみたいに発作で出てくるわけじゃないから。社会性を感じますね。だから両方要領を守れてるのは野沢野沢さんの方ですね。そうそうなんです、うん、今日は飲むぞって時にお酒を飲むみたいな。はい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 、はい、室さんの場合もう出ちゃうんだと。そう、会議中でも酒飲んじゃうんだみたいな。褒められないんだと。ダジャレ出ちゃうんだ。でもそのヌニンとか、はい、まあ、室さんが他のポッドキャストとかご自身のポッドキャストで話してる時、うん、そんなダジャレとか言ってましたっけ。あんまイメージないんですよね。出ると、うん、そのまあカエさんもだし、うん、まあイムさんもですけど、うん、絶句するんですよ。あ、だから多少コントロールしてるんじゃないですか。あ、なるほどなるほど。まあ、あの絶句が面白いんですけど。でもねやっぱり多用すると会話が止まっちゃうから、うんうんうん、劇薬ですね。あ、違うなこれ。え、上水さんは出てこないんですか、あんまり。僕はね、どうでしょうね。まあそんなにあんまり出てこないですね。たまにそのなんていうの、そういう空気だったら便乗するみたいな、はいはいはい、ぐらいで。でも同音異義語レベルですよ。もういわゆるダジャレ。まあ同音異義語ですよね、ダジャレってね、うんうんうん、あのど真ん中は。うん。サジを投げるとかそういうの出てこないです。うんうんうん。そういえば今日芝の方見てないっす。あ、そうですね。よく考えると芝を横切ってゴールに行きますか。あれかもしれないです、潜在意識の中にベチャってたら嫌だなぁがあるかもしれないです。あ、そうかもですね。一歩も踏み入れてないですね、うん、
もうでもようやくそこ抜けましたけど、はい、あの日本でいうキングギドラとかライムスターとかあの黎明期のヒップホップの人たちは、はい、もうずっと食らってきたんですよね、ダジャレでしょっていうの。ヒップホップ、そうなんだ、うん、そこをもう抜け出るためにずっと黎明期頑張った人たちですからね、で今のヒップホップシーンがあるという。なるほどね。じゃあ僕たちはあれなのか、それダジャレじゃないでしょってやるのをダジャレですって言って頑張っていく黎明期ですね。すごい技術なさそうですねその活動何でもありになりそうこれダジャレです、ダジャレじゃないでしょに対してダジャレですはもうなんか何でも言えちゃうっていうドーン・イギゴね、ドーン・イギゴやっぱ歌詞書くときとかにめちゃくちゃそういうの考えるんで、うんうん、楽しいんですよね言葉遊び、うん、綺麗にね決まると気持ちいいですよね。そうそう、だからあれじゃないですか、それをこうポエティックにするのか、うんうん、こう笑いにするのかみたいの、うん、動線の走らせ方だけでやってること同じっていう。そうですね、うん、ちょっと先に手洗っていいですか。もちろん、べちゃりました。いやないと思ったらありましたね、いろいろ。全然ありましたね。うん、どなたからでもいいんですけど、はい、あの東京で出た同音異義語でおこれはいいんじゃないっていうの何かありました？何だったかな、何だったかな。緊張感が漂いすぎて何も覚えてないんじゃないですか。同音異義語何も覚えてないな。あのすごいとにかく緊張感だったの確かですね10人の飲み会でかつその店が謎に BGM かかってなくて、あーいいっすね。その普通の居酒屋なんだけど奥の座敷に通されて、うん、で座敷誰もいなくて、で BGM も鳴ってなくて、で10人が会話に集中してダジャレを言ってるっていうシーンみたいな、で意味が分かって時差で笑うみたいな、なんか謎の緊張感とありましたよねそれがなんかエピソードゼロになってちゃんと番組に整うといいですね。いやそうなんですよ、うん、でもあんまり緊張感ばっかりあっても結局そのコンセプトはダジャレだから、うん、面白にならないと。いやそうなんです、なぜやってるのかってなりますもんね。そうだからなんていうか民間人巻き込んじゃいけないんですよ確かに確かにいきなりあのザックバランに人集めて、うん、それやり始めるのは違うかもしれない、ね、そう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 、やっぱりね普通の会話をしに来た人たちが困惑するんで、うんうん、そうならないようにちょっとねポッドキャストでしっかりと。確かにね、安全な場所でね十分に距離を取って聞いていただくっていうのがやっぱりいいと思う。でも同音異義語って日本は特にめちゃくちゃ多いから、うんうん、やっぱそのスキル感が現れるのって長さなんですよね。ああ、どれだけの音数で同音異義語にできるかっていうのがでかいですね、うんうんうん、2文字3文字とかだったらキリないんでそこら辺がムロさんの教養が試されますよね。出るんじゃないですか。うん、すごい方に。ムロさんね。あと誰も知らないような言葉でやっても意味ないですもんね。あ、そうそうそう。知らない難しい単語とか。たまにでも本当にその誰も知らないそのことを言ってきますからね。うん
誰も知らないっていうか、知ってるんだろうけど、その場にいる誰も知らない。そんなもんかな。いや、まだあった。今日やっぱ缶が多かったな。なんかちょっと、あ、雨降ってきてません？ここに来て。うん、降ってきてる、降ってきてる。危険な、危険な感じ。あ、これ、あ、そっか。写真撮りましょうか。写真撮影して終わりましょう。ここであれすればいいんじゃない？ジュース飲むのがいい。あ、ここはあれですね。安全、安全地帯。しのげますね。わあ、我々予想が今日から変わるんで、写真も、あ、そうですね、格好が違いますね。冬仕様、秋冬仕様。よいしょ。トングも今日はね。あ、確かにそれも。いやでもやっぱしょぼいな、そのトング ねしょぼいでしょ。やっぱ100円。ちょっと待ってくださいね。いや、これのおかげでも腰を動かして腰痛が改善しました。あ、素晴らしい。腰痛改善トング。じゃあ今日は一人ずつ撮りましょう。はい、OK です。はい。はい。いきます。はい。いいと思います。ありがとうございます。よいしょ。あの界隈的にあれじゃないですか、うん、ポッドキャストっていうのもそうだし、はい、ムロさんとかだとこう、ここ数年で聞くようになったビジネス用語とかでダジャレできるようになったら新たな世界を築けるんじゃないですか。確かに、ね、でリーチもしそうだし、このポッドキャストでやると、はいはい、ビジネスパーソン語ダジャレ、まだダジャレ化してない言語というか、はいはい、確かに、と引っかかりが良さそうな。ビジネスパーソン語ダジャレやばいな、うん、今のところあんまりないんで、うん、チャンスありますね。よし、何になさいましょうか。じゃあ今日真っ白。まだあれですね、あったかいやつないですね、自販機に。そうですね、確かに出てきてないな。夏だと思われてるんじゃないですか。まだ突然なんか秋っぽくなりましたもんね。ねえ、この数日で接続中。はい、はい、じゃあ今日は原点回帰で、これカオルブラック、カオルブラック、はい、サルタヒココーヒー監修で。サルタヒココーヒー。おう、ちなみにこれテイストって、はい、めちゃくちゃ定番じゃないですか、昔から。はいはい、これ九州しかないんですよね。これ東京売ってないんですよ、テイスティ。マジで、うん、それは知らなかった。これむしろあの甘いコーヒーの王道だと思って。そうですよね、うんうん、上京してしばらく気づかなかったです、テイスティーがないことないっつって。あ、そうなん、テイスティーって九州限定、ブラックモンブラン的な感じ。九州、福岡限定はさすがに狭すぎた気がするんですよね、うんうん、確か九州限定だったよね。へえ。うわ、何飲もうかな。やっぱりじゃあカオロブラック。おっ、こっちですか。同じやつ。同じやつで。初めて同じので乾杯じゃないですか。ねえねえねえ。やっぱり、まあ、ダイエット中なんでね。あ、そうだそうだ。糖を。そうだそうだ。糖を避けてます。
まあ雨降りだしたな。よしよしよし。なんか なんとなくゴミ拾ったな、最後の方にガーッと。ね、ガーッと増えましたね。乾杯。ちょっとこれやんでほしいんだけど。まあ、拾ってる時綺麗にやんでましたね。そうですね。うん、終わった途端これ。まあでも拾ってる時に降るよりかはまあいいか。まあ確かに確かに、うん、マイクとかもあるし。そうですね、うん、全く気にしなかった。こうなんか立ち飲み屋みたいになってるじゃないですか。ちょうどなんかちょうどいい高さのなんかあって、うん、今立ち飲み屋みたいになってます。あ、それいいですね。ここで、うん、あの一日スナック店長しようかな。あ、やば。絶対なんか来るな。怒られ。あ、やばい。今日ずっとイヤホンつけてたもん。気づかなかった。つけてるなと思ってました。うん、ずーっとイヤホンつけてた。狂ってますね。僕の記憶の中ではなんですけど、はい、最後にダジャレが流行ったのって、はい、あのサマーズさんが、うん、まあ、今ほどの芸能界のポジションになる前、うんうん、これから人気が出てくるかなみたいな解明しての時に、うんうん、悲しいダジャレっていうネタと本がめちゃくちゃ売れたんですよね。へえ。悲しいダジャレっていうのをずっとやってて、はい、なんかあの付け加える系なんですよ、はい、布団が吹っ飛んだ、はい、死んだおばあちゃんのとかっていうのを、でその布団が吹っ飛んだって書いて見開きこうページめくるとその付け加えが出てくるんですよ、はい、みたいな本がベストセラーだったんですよ、ね、へえ。あれはね、ダジャレがなんか流行ったっていう記憶がありますね。そんな本あんの。悲しいダジャレです、悲しい、ね、あれもう相当前、二十何年前とかじゃないですか。なんでそんなことしてるんですか。僕あの物心ついた時からお笑いファンなんで。すごいな。バカルディの時から好きなんで。それはすごいな。バカルディの頃なんて僕たちがまだ小学校のね、割と前半じゃないの。あら、小学校ぐらいの時とかに、うんうん、その三村さんのツッコミが好きで、うん、あのなんか三村さんが言ってたんですよ、テレビで、はい、なんかあの大竹が何言うかに関わらず、うん、なんかもうこれをこういうワードで突っ込むって決めて家から出てくるみたいな。なんかなどういうボケでも、うん、なんか水色かよとか言うみたいな。でそれ小学校でやってたんですけど、はい、誰も知らないから、はい、変なこと言ってるだけのやつみたいな。水色かよとか突ってくるわけ。確かにバカルディ研究してる子はいないよな。なんかね、結構ね、お笑いの好きになり方としては僕らの世代的には珍しいパターンで、うん、ダウンタウンじゃないんですよ。ああ、だって完全ごっつで感じ世代ですもんね。そうです、はい、ちっちゃい頃からお笑いが好きだとしても、ダウンタウンはお笑いが好きになって本当ワンピースじゃないですけど履修した形なんですよね、はい、はいはいはい、あの本当 VHS とか DVD で出てるのをこうバーッと見て、はいはい、あ、こんなすごいことやってたんだなっていうのなんですけど、はいはいはい、ルート的にはうっちゃんなんちゃん、サマーズ、バナナマンとかのルートなんですよ。はい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 、いわゆる東京コント勢みたいなルートでお笑い好きになってるんで、要は関西のこう漫才とか、はい、ダウンタウンの流れみたいなのは後追いなんですよね。へえ、そうなんだ。こんだけお笑い好きだとダウンタウン通ってなかったっていうの結構びっくりされますね。うん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 、だってね、思いっきりリアルタイムでゴッツで感じ見れた世代だったから。そうそう、だからゴッツとかああいうバリバリお笑いお笑いをやってるダウンタウンよりも、うんうん、ヘイヘイヘイとかの方が、うんうん、なんかどっちかというとリアルタイムでとダウンタウンなんですよね。あ、そうそうそう、うん、歌番組多かったですよね、うん、僕たちの小中学校の時って。タモさんはもちろん、あ、ね、そう、その前にタモさんがあります。うっちゃんなんちゃんの前にタモさんがありますわ。なるほどね。
まあでもタモさんは芸人なのかっていうとちょっと違いますもんね。もう僕たちが知ってるタモさんはね、うんうん、ちょっとなんか特殊な感じですよね、うん、そのデビュー時とかは芸人だったんでしょうけど、テレビタレントって、うんうんうん、文化人枠ですよね、うんうん、でもそれこそタモさんとかも最初めちゃくちゃふざけたネタで出てきて、でもめちゃくちゃ教養がある人じゃないですか、うんうんうん、なっちゃうんですかね、ムロさん、そういう人に。パンツ一丁になってヤモリのモノマネとかしてテレビ出てき始めた人ですから、タモさん、うんうん、それでもその当時からもうめちゃくちゃ頭はいい人なんで、うんうんうん、早稲田か、それこそあの人も中退してますけど、引き合わせ次第でしょうね。室さんは別になんか、まあ、あとそうなりたいかどうかっていう、そうそうそう、方向性が特にね、うん、どっちにどう進んでいくみたいなのは不明確だと思うんで、全然ダジャレっていうノリではないですけど、昔なんか同音異義語で面白い文章を作れないかなとか言って考えた文章ありますよ。へえ、何してるんですか。やっぱさ、言葉遊びとかを常にやってきたんで、その音楽とかの関係で、うんうん、初めて曲作ったのも小6だから、早いですね。だからこう言葉遊びとかめっちゃしてたんですけど、うんうん、何だったかな、あ、何か隠し事があるとすれば、今隠し事一緒に暮らしてて本を隠し事してます、うん、ああ。坊主が屏風に上手な絵を描いたみたいな感じになってたんですよね。隠し語を全部こう違った形で転用していくっていう、その音の響きを、はいはいはい、面白い。しかもそれ、こういうのって考えるだけ考えて発表する場所がないから、今初めて口にしました、ね、小学生の考えて、要はその、あ、それは小学生ではなかったと思うんですけど、いわゆるそのこう鍛えるみたいな感覚でこういうのやってるんで、なんか別に表に出さないんですよね。そうね、確かに確かに、トレーニングみたいな感じでこう、うんうん、トレーニングですよね、うん、実際そういう風に考えないとそうはならんすもんね、うん、インフムのとかもそのめちゃくちゃインフムトレーニングとかしましたけど、うん、別にラッパーでもないし、うん、まあ、ただいざこう仕事とかでラップ書いてくれとかって言われたら、うん、そのトレーニングのおかげでめちゃ書けるんですよね。すごっ、ラップとか絶対書けない。どれだけ長くイン踏むかみたいな、うんうん、そういうトレーニングとか、まあ、考えるのが楽しいっていうのもあるんですけど、家で本当オタクですよね。そうやって別に誰に言うわけでもなく、うんうん、言葉遊び、うん、8文字で踏めたとか言って、ただそれで終わりなんですよ、うん、ご飯食べようってなるだけなんですよ。でもこうしっかりめに雨が降ったのはこう初めてですけど、そう、ね、このくらいだったらそんなに音的な影響はないかな。ないでしょうね。どっちだったらあの喫茶店の滝の音の方がまだでかいじゃないですか、ね、シャポーの方がまだ全然。これいずれ大雨の日も来るんだろうな。いつかね、大雨の音とかやばそうですよね。あ、でもあの台風の時は風はすごい入ってましたよね。あ、そう ね風はちょっとね、演出上あんまり良くない、ね、良くない、良くない、耳障り、あれは、うん、雨とかはなんかちょっとね、うん、良さそうじゃないですか。雨の日はだからあれですよ、バーゴミラジオです。そうですね、そうですね。大人のゴミラジオ、このコーヒー飲みながら、ね、立ち机でやむのを待ちながら、うん、そのまま終わるかもしれないし、さすがに大振りの中ゴミ拾えないから、うん、お、やだ、今行きましょうみたいなね、なんかすごくいいです。逆に雨の日、我々と話したい人がいたとすれば、一番ゆっくり話せるかもしれないですね。そうですね。もうひたすら話せますからね。話すぐらいしかすることないですからね。立ってるだけなんで、うんうん。雨の日を狙ってくるっていうのが一つですね。うん、でも結構ね、やっぱゴミラジオ聞いてますみたいな声もちらほら聞きますよ。本当ですか？うんうん。結構ね、
いいって言いますよ、これ聞いてる方は。もう本当何でもないですもんね。そう、何でもなさが、うん、本当に作業用 BGM にちょうどいいです。嬉しいな、うん、本当それぐらいの感じがいいですよね。あんまり真剣に聞かずに聞き流すぐらいの感じで、それぐらいのポッドキャストというか、もうそれの究極みたいなポッドキャストを個人でやりたいんですよね。なんかその普段それこそなんか同音異義語で文章を作ってみたとか、うんうんうん、全然なんかこうトレーニングとかあと遊び、うん、としてやってたことで、うんうん、別に人に聞かせるような見せるようなもんでもなかったものをこうつれづれにこう語っていくみたいな、ね、できる限り役に立たなそうなことを話していきたいですよね、うん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 、やっぱり役に立ってしまったらおしまいですからねどっちかというとポッドキャスト内の番組持ってる人って役に立とうとしてる人が多いんじゃないですか、うん、多いと思います。真逆の、うん、お金にはねなると思います、うん、役に立った方はね。ただ役に立ってしまうとやっぱりその役として求められていくんで。あれでもこれポッドキャストで役に立ってお金になるってどういうマネタイズなんですか。あ、なんかノートが売れたりとかとかもあるだろうし、うん、なんか仕事の依頼が来たりとか。ああそうかそうか、わ、うん、かりやすいそのなんていうのかな、こう肩書きになると、うんうん、それをきっかけに仕事が来るみたいなことは、うん、ああそうかそうか、収益化されてなくてもそれ聞いた人が、あ、この人こんなスキル持ってるんだっつって、うん、なんか仕事につながったりとかね。ちなみにこれまだあのこれ公開されるの10月だから確定じゃないんで、はい、あの確定じゃないっていう情報として。確定じゃないです。はい、はい、何でしょう。芸術祭に呼ばれてます。芸術祭。はい、何ですか芸術祭。なんかね、とある地方の方が、はい、今年から、まあ厳密には来年からある芸術祭を立ち上げるっていうのの、はい、まあ、第0回みたいな感じで、はい、今年の12月にそのプロローグとして、はい、まあ、やりますと。で、そこで減少できてくれませんか。おお、お仕事ですか。まあ、お仕事といえばお仕事。案件として、ゴミラジオとか、はい、あのゴミラジオ、まあ、オフ会ですね。ゴミラジオのオフ会と、はい、まあレジャーシート敷いたりとか、晩餐会は今回やらないんですけど、晩餐会とかそういう活動を、うん、まあ、そのアートという文脈で、いい、すごいいいじゃないですか、来てくれませんかみたいな、その、まあ、相談です、はい、来てて、そういうふうになっていくんで、まあ、まあ確定ではないけど、うん、そういうこともあるかもしれない。そう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 、だから役に立とうとしなくても何か起こったりするし。素晴らしい。もしね予算がついたら Q さんも一緒に行ってね。あ、ぜひぜひ。オフ会ではなくて、ぜひです。ゴミラジオをやったら一番いいですけどね。うん、ね、顔が見たいという人いるんですかね、私の。いるんじゃないですか。やっぱり気になるなって。ね、あえて隠してるところが、うん、ね、実物を見たって感じなんじゃないかな。まだちょっと今の私の段階ではね、いや、来てくだされば顔が見れますよとかいうような立場じゃないんで。あと見たとてっていう顔なんで。いや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 、どういう顔してるかって気になるじゃないですか。ある時から、はい、顔出ししないシンガーの人とか増えたじゃないですか。はいはい。でもフェスとかには出てるんですよね。うんうんうん。アドとかは完全に見えない形で国立競技場やりましたけど、うんうん、あとライブもやってますけど、うんうん、それほどガチガチじゃない人は一応撮影 NG とか、うん、あとその動画とかでも顔だけがぼやっとしてたりとかっていう加工ぐらいの感じでこうライブやってたりとかするんですよ、うんうん、あれは確かにファン心理として一回生で見てみたいとかいうのももしかしたらあんのかもしれないですね、うん、こう好きな人たちとかね、一回ね、どんな顔、どんな人たちをやってんだろうみたいなね、うんうん、もうアドとかに関してはなんか箱の中に入ってて完全に逆光で真っ黒になってるみたいな、その生で見ても顔見えないっていう徹底した状態。すごいな。けどそうじゃない人もそのメディアとかその MV とかでは出さないけどライブでは普通に演奏してるみたいな人たちもいるんで、今なんなんでしょうね。どういうあれなんですか、日常生活に支障が出るからみたいな感じ。いや、というかアニメーションとかから始まる活動が今の時代あるじゃないですか。VTuber とか、はい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 、あと歌い手とかでも、うんうんうん、顔出してない状態で再生数爆伸びして、はいはい、で今更出さないっていう、なるほど、もうそのキャラがブレるのがあれだから、うんうんうん、
変に顔を出しちゃって。なるほどなるほど。じゃあ出したくないわけじゃないけど、出すことによってむしろその流れを変な感じになっちゃうからやらないようにしてるみたいな、っていうのをまあできる限り避けるってことじゃないですか、うんうんうん、そうならないなると限らないですけど、うんうんうん、なるほどな、いろんな人がいるんだ。あとは結構そのネットの活動によってたりとかするシンガーの人たちとかは変に出しちゃうよりも出さない方がセーフティーなんじゃないですか、うんうんうん、ね、もしかしたら。なるほどな。あとなんかあれなんですよね、そのいきなり人気になっちゃう人とかが今の時代多いから、はい、その SNS とかで、はいはいはい、その人気になり始めた時はまだ社交、うんうん、会社員だったとかいう人がいっぱいいるんですよね、はいはい、あ確かに。それでもう仕事はやめてるけど、うん、その顔出しできない状態でシンガー始めてそのままになってるみたいな。はい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 、確かに会社やってるとちょっとね、そうそうそう、仕事に支障出そうですもんね。そういう人もいっぱいいますね。なんか僕に関してはなんで顔出ししてないのか自分もよく分かってないです。あ、そうなんだ、はい、理由があるわけじゃないんだ。なんとなく理由全然、いや、というかその音声メディアじゃないですか、はい、で、まあ、表に出る活動を久々に再開したのが音声メディアだから、うんうんうん、音声の中だけの人でいたいなってなるほど。顔出しても結局僕が表に出るのって、うん、次の週だったりその次の回だったりとかでも、うんうん、結局音声なわけだから、はいはい、顔出す意味なんかあるって、他のこと何もやってないから。まあ確かに他のところでなんかね顔を知ってもらった方がいいみたいなのがなければ出す理由もないですよね、うん、だから別にリスナーさんが来てくださって、うん、一緒にゴミ拾いとかするときに固くなりマスクしてるとかないじゃないです か、うんうん、か全然それはあんま結構どうだっていいんですけど、うんうん、なんかそういうキャラっていう風にしようかなっていう、うん、なるほど、ね。僕はもう逆にあれですもんね、マスコットじゃないけどサムエのね、こういう人でってやってると、うんうん、公園でレガシーとしてますときに、まあ探せるみたいなのがあるっぽいから良かったんで、うん、まあそういうなんか理由がないと出す意味もないですよね。なんかね、でもその個人のポッドキャストとかでも、はい、あの上水さんみたいに、はい、こうなんか触れ合えるっていう状況を作れるコンテンツにしたいんですよ。はいはいはい。で言ってましたね、はい、ベンチにいますとかやろうかとか、うん、まあそれはそれもまあ構想段階で、はいはい、実際どうなるかわかんないですけど、はいはい、でそれもなんかこうなんていうんですか、こう対面してこう顔もわかる状態でこうお話できたらいいなとか思ってくれる人がいるんだったら、うんうん、会いに来てよっていう、そのどっちかというと最初は何にも考えずに顔隠してましたけど、うんうん、まあせっかく隠してるんだから、まあ、バリューにならないかなみたいな、はいはいはい、それ自体が隠していること自体が、うんうんうん、なるんじゃない。なんか、うん、ただ待ってるのが分かんない、誰か Q さんかどうか分かんないから登り立てとか、オリジナルソングって登り立てとか、あ、それもなんか方法を考えようかなと思ってます、うんうん、オリジナルソングっていう登りねなんかね Q さんだって分かるようにしとけば、うん、そうそうそう、全然とかもうめちゃくちゃシンプルでもいいんですけどね、こういう格好で今日ここにいますみたいな。ああ、確かに、うん、いいと思う、うん、みんなが公園になったらいいね。え、勝手にイケオジだって思ってたらすごい残念だったって言われたいですね声が渋いですからね。っていうタイプの、うん、炎上とかしたいですね。その完全に真っ黒に顔隠してるとかじゃないんで、うんうんうん、勝手な想像をされて、え、なんか思ってたのと違ってもう聞くのやめますって言われたいですよいいな、それめちゃくちゃいいな。ポッドキャストは気楽でいいですよ、 YouTube と違って。そうですよね、うんうん、でも上水さんそれこそ全然その本名フルネームですよね、はいはい、で見た目も完全で出してるわけなんで、うんうん、別にいつ YouTube 始めてもいいわけですもんね。別にがっつりね、パーソナリティとしては。そうそうそう、なんかね編集とかしたくないっていうのはやっぱどうしてもあるんで、ね、あ、そういうのも全部ね丸投げとかでやれるような体制があったら全然やりたいですけどね。
あ、誰かが編集してくれたりとか。そうそうそう。とか撮影とかも含めてとかなったら全然やりたいけど、そこまでね。上水さんが YouTube やるとしたら、どういう YouTube になるんですか？それはもう今急に言われても何も考えない。いや、あのね、公演にゲストを呼んで、レジャーシートで。うん、で、なんていうのかな。めちゃくちゃタブーなしで喋って、うん、めちゃくちゃピーって入れたい。あ、それいいですね。うん。確かに、あ、でも、上水さんのこう数ある番組も一応編集はされてますよね。はい。で編集できる状態で、うんうん、編集済みの状態で配信してるわけじゃないですか。はい。別にその、ポッドキャストでも P でできる。できる、できる。できる、できる。全然できる。そういう感じではないんですか、ポッドキャストは。ポッドキャストは、なんか、うん、耳触りをやっぱり P があんまり入りすぎると鬱陶しいから一応平穏な感じで YouTube だとその公園で楽しそうに喋ってる絵みたいなのがすごい重要かなと思って。そうですね、うん、そことの掛け合わせがおもろいですね。そうそうそう、確かに。で結構こんな、 なんか楽しそうに人って喋るんですねっていう視覚情報、うんうん、視覚情報プラスされても全然イメージ違いますもんね、うんうんうん、何を喋ったんだろうって思われるみたいな意味での P が生きてくるみたいな感じがあるかなっていう。なんか過激なことを言おうとするわけじゃないけど、なんか結果ね、ポロッと個人名が出ちゃうとか。あんまり、その、ポッドキャストほど考えずに、制限せずに、気兼ねなく喋るっていうこと。そう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 。あれ、いいっすよね。名前出しちゃいけない人の名前出したりするじゃないですか、うん、自然と喋ってたら。確かにね。うん。それの究極がガーシーでしたよね。ああ、究極がね。あれは一人喋りでしたけど、うんうんうんね。あそこまで行くとね、ちょっと。あれも出しちゃいけない人の名前ばっかり出すっていう芸でしたからね。うんうんうん、言っちゃいけないことを言いますっていうね。うんうん、でもね、ラジオ聞き始めたのは15、6年前だと思うんですけど、はい、その一番好きなお笑いっていうか、うん、一番好きなコンテンツのジャンルがずっとトークなんですよね、はいはいはい、あの対談とか、うんうん、定談とかいわゆるトークバラエティー、うんうん、だから漫才コントとかよりもトークライブが一番好きなんですよ、うん、人と人が喋ってるのとか、うん、人がこう喋ってるのがずっと好きで、それ三つ子の魂100まで変わってないですね、未だに。だからポッドキャストとかも好きだし、はい、ラジオも好きだしっていう、うんうん、トークバラエティみたいなのめちゃくちゃ見ますね。へー、うん、それはもうテレビもラジオもネットも関係なく人が喋ってるのが一番面白い。確かにそうかもしれない。ポッドキャストね、なんかね、芸能人とかタレントさんとかに関わらず、うんうん、なんか企業のなんかこう、まあ、実業家と実業家の対談みたいな、はいはいはい、ああいうのもめちゃくちゃ好きです、ね、面白い。確かにな。それはあるかもな。対話してる方が自然とポロッとなんか出てきてたりしますもんね。うんうん、そうなんですよね、うん。それはあるかもしれない。じゃあ今日はこんなとこですかね。そうですね。じゃあ雨の中帰りましょうか。うん、やみそうにないんで。でもちょっとやんでるかも。かもしんない。あ、でも傘差してます。まあ皆さん傘差してます、ね、うん、じゃあ濡れながら帰りますかね。そうですね、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。